ベガルタ仙台は23日、MF オークや広志亮、28、GK 関健太郎、31、GK 湯野、28の3選手との契約更新を発表した。奥谷は、今シーズンの明治安田生命 J1 リーグで31試合に出場し4得点、胃袋バンカップで8試合に出場し2得点、天皇杯で1試合に出場。関は J1 で14試合に出場、ルヴァンカップでは6試合、天皇杯で1試合に出場した。湯野は公式戦いの出場はない点3選手はクラブを通じてコメントしている。MF オークや広志亮、2018シーズンもベガルタ仙台でプレーすることが決まり、嬉しく思います。チームの目標達成、タイトル獲得のため、サポーターの皆さんと共に成長し、勝利の喜びを一つでも多く分かち合いたいと思います。来シーズンも熱いご声援よろしくお願いいたします。GK 関健太郎、来シーズンもベガルタ仙台でプレーすることが決まりました。皆さんの声援、期待に応え、今シーズン以上に勝利し、チームの上位進出に貢献していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。GK 湯野、今シーズンは試合に出場し、チームの力になることができませんでしたが、来シーズンはチームに貢献できなかった分まで努力し、成長した姿をサポーターの方々にお見せできるように頑張ります。来シーズンもご声援よろしくお願いいたします。